はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はお掃除動画と語り動画になっています。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。今日は主にオキシクリーンを使って水回りの掃除をしながら、私がお部屋、お部屋が片付けれなかった時のお話をしていこうと思います。そしてそこからなんで部屋が片付けれるように変わったか、そういうきっかけなんかもね、話していこうと思っています。もともと私は実家にいた時から全然お片付けができなくて、部屋は本当足の踏み場がないぐらい散らかっていました。そこから16歳からかな、私一人暮らしを始めたんですけれども、もちろん部屋が片付けれなくて、実家に住んでた時とは違い、トイレ掃除とかお風呂掃除とかキッチン周りの掃除も自分でやらないといけないじゃないですか。だからね、なおかつ部屋が散らかりました。そして汚かったです。今思えば自分の部屋、家が汚いっていう感覚がなかったんですよね。まあ、そんなに綺麗じゃないのは分かってはいたものの、掃除しないといけないなとか、そういうふうに思うことがまずなかったです。たまに人が来るから片付けないといけない時とかは、もうとにかくクローゼット、押し入れとか扉の中に詰め込んでました。そんな時も足の踏み場さえ確保しとけばいいやと思って、全然ね、掃除機かけたりとかトイレ掃除とかしてなかったです。多分当時のトイレは公衆トイレよりもね、汚かったと思います。虫とかが湧いたりとかね、コバエとか飛んでいても、ああ嫌だな、なんかいるなぐらいにしか思ってなくて、対策とかも全然しずでした。でね、片付けができるようになったきっかけっていうのを思い返してみると、20歳ぐらいから24、5歳ぐらいかな、それぐらいの時にちょうど片付け好き、綺麗好きな方が周りにすごいたくさんいたんですよ。で、友達とかが家に来た時に、汚っとか、やばいよ掃除しなきゃと言われたりとか、部屋を片付けてくれたりとかしていました。多分ね、お部屋とか部屋が散らかってる方って、綺麗じゃないのは分かっていても、そこまでね、やばいって多分思ってないんですよね。だから気づくことっていうのが、きっかけなのかなと思います。今でも印象的に、残ってる言葉があって、掃除機かけてるって言われた時に、私確かね、掃除機全然かけてなくて、というかそもそも掃除機すら持ってなかったかもしれないです。ちょっと曖昧なんですけれど、それをね、聞いてきた子は、毎日掃除機もかけるし、コロコロもするし、トイレ掃除もするって言ってて、それ聞いた時にすごい衝撃的で、でさらにもう一人その時友達いたんですけれど、私もそうだよっていう風に聞いて、みんなそうなのと思って、本当にびっくりしました。そんな感じで、周りの人のおかげで自分が片付けれない女だっていうことに気づいて、ちょっとずつ変えていこうって思うようになりました。でもね、物が多すぎて、もう部屋が片付けれないんですよね。片付けてもすぐ元に戻っちゃうみたいな。で、そういった失敗を繰り返していくうちに、物が多いと片付けるの大変だなって思うようになってきて、少しずつ物をあんまり買わなくなったというか、手放すようになりました。私なんかね、極端すぎる性格で、めちゃくちゃお部屋だったくせに、今度はね、鍋1個しかない、包丁1本しかない、もうほんと最低限の暮らしみたいな風になっていました。その頃くらいからだいぶ部屋が綺麗にできるようになってきて、床には物を置かないという習慣がついていました。だからなかなか片付けれない、いつも散らかったお部屋っていう方は、まず物をちょっとでも減らすようにして、床に物を置かないっていうことが大事だと思います。そんな感じでだいぶお片付けがね、できるようになった私なんですけれども、再婚してで子供が2人生まれてってなると、物がね、やっぱ増えていくんですよ。どんだけ物を厳選しても、やっぱり5人家族ってなると、それなりに物があるから、片付け、収納ができないとダメだなと思って、収納を学ぶようになりました。まあ、そんな感じで収納を学ぶようになって、何回も失敗したりとかして、今のね、すっきりとした暮らしっていうのができるようになってきました。まあ、とはいえね、今でも、まあ、試行錯誤してたり失敗したりもします。
はい、話していたら映像の方は風呂掃除が終わりにかかっています。続いてはキッチン掃除をしていきます。めったにシンクの浮き沈けはしないのですが、浮き沈けをしたいと思います。もういろいろね、こすったりするのがめんどくさいので浮きシクリーンに頼ります。入れて放置するだけ。シンクの浮き沈けだけに浮きシクリーン使うのもったいないので、この浮きシクリーンのお湯の中にいろんなものを入れて、さらにこのお湯を使いながらキッチン周りも拭いていきます。完璧に綺麗にしなくても、まあ、ある程度でいいので、さささっと拭いていきます。はい、続いてはトイレ掃除です。ちょっとトイレ放置していてめっちゃ汚いので、なるべく中身は映さないように動画を撮っていきます。この挟むやつどこで買ったんですかってたまに聞かれるんですけれど、これはニトリで購入しました。楽天とか薬局にも売ってると思います。使い捨ての流せるブラシは、まあ、衛生的だし、使った後さっと流せるのでめちゃくちゃ便利です。周りは豆ピカで拭いていきます。たまにね、私掃除好きって言われることあるんですけれども、全然掃除好きではありません。だからよく見るとね、ところどころ汚いです。一時はもういろんなところがピカピカじゃないと嫌だ、綺麗にしていたいと思っていたんですけど、もう精神的にねやられちゃったので、もう今は汚くても死ぬわけじゃないし、まあいいやという感覚でやれる時にやれるだけというふうにしています。3時間ぐらい放置したのでお湯を抜いていきます。というか掃除好きな人っているんですかね。中にはね、お掃除好きっていう方もいるかもしれないんですけれども、やっぱりね、やらなくていいならやりたくない、誰かやってくれるならやってほしいって思うのが本心ですと思うのですが、まあ、結局やらなかったらやらなかった分だけ、まあ、それ以上大変になるのでやるようにしています。ありがたいことに今はね、こうやって YouTube で動画にできたりもするので、それもモチベーションアップにつながっています。でまたこれを見てね、私もやろうとか他の方が思ってくれたら嬉しいなと思っています。なんかね、水回りが綺麗だとやっぱ気持ちいいですよね。水回りとあとは玄関、まあ、全部屋綺麗っていうのが理想ですけど、なかなかそうもいかないので、水回りと玄関だけはなるべく綺麗にしていたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。